衛星写真、ニーハウ島は太平洋のハワイ諸島にある個人所有の島である。カウアイ島から南西2 7トルに位置するハワイ諸島の主要8島で最西端の島である。面積は179.9平方キロメートルで主要8島のうちで2番目に小さい。カウアイ島と並んで最も生成年代が古く490万年前から活動した。 縦状火山であるが、すでに活動は終え、山体は東側に大規模な地滑りで崩壊している。最高峰は、標高381メートルのパニアウさん。ハワイ州では島ごとに、島の色及び花を制定しており、ニーハー島の色は白、島の花はププガイとされている。島には、舗装された、道路、自動車、商店、食堂、医師、警察、消防はない。 1778年にジェームズ・クックがハワイ諸島を訪れた際にはカウアイ島に上陸した後にこの島の西側に停泊して物々交換で食料や塩、水を調達して北アメリカ大陸への航海を続けた。1795年カメハメハ一世によってハワイ王国が建国された後もカウアイ島及びニーハウ島は 首長カウムアリーの統治下にあったが、カウムアリーは1810年にハワイ王国に服属し、カウアイ島及びニーハウ島はハワイ王国の一部となった。1864年、スコットランド人のエリザベス・シンクレア夫人がカメハメハ5星から1万ドルでニーハウ島を買い取った。現在もシンクレア夫人の末裔であるロビンソン家がニーハウ島を所有している。 島民以外で島に出入りできるのは原則として、ロビンソン家の親族とカウアイ軍の関係者だけで、一般人の出入りはヘリコプターによるツアーに限られている。島ではかつて放牧や養蜂が行われていたが、牧場は1999年に閉鎖されている。クックが島を訪れた1778年には、約1万人が住んでいたとも伝えられているが、他の島への移住等により、 1841年には約1000人、1980年には226人と人口は急激に減少している。2010年国勢調査による人口は170人。牧場の閉鎖により雇用が失われたことも人口減少に拍車をかけている。実際に島に居住しているのは約70人に過ぎず、夏季休暇の時期には30人を下回ることもあるという。 1885年に撮影されたニーハウ島民、ニーハウ島には、所有者であるロビンソン家や中国、ポルトガル、日本からの移民の子孫も住んでいるが、住民のほとんどは純粋なハワイ人である。彼らはハワイ語のニーハウ方言を使用し、プーワイという村落で伝統文化を守った生活を送っているが、カウアイ島へ買い出しに出たり、他の島に移住している。 新瑠医宅を訪問するなど、他の島との往来も自由に行われている。九百四十一年十二月七日、新獣湾を攻撃した日本海軍の零戦のうち一機が、エンジントラブルのため、ニーハウ島に不時着した。操縦士の西海地重徳一悲惨は、一旦は、日系アメリカ人二世紀の原田義夫に救助され、かくまわれたものの、住民に地図や拳銃を奪われ、 取り戻すために戦った後、西海地は殺害され、原田は自殺した。なお、島民にも負傷者が出た。ありがとうございます。